こんにちは、速稼塾の久保でございます。ご無沙汰しております、リノアちゃん。なんか最近いろいろと活動バリバリやってるみたいで噂を聞きました。まあ噂って言ってもね、新野木くんと昨日一緒に2時間ほど過ごしてる中でお話が出たってことなんですけどね。で、これは実は初めてじゃなくて、前回も先々月あたりも新野木くんと話した時にリノアちゃんの話が出てきてね、それでまあ発信結構やってるんだみたいなことね、ああそうなんかっていうふうにお話した覚えがあるんですよ。そして Zoom の対談を私の方から持ちかけていながらね、なんかずっと私の方がリノアちゃんから連絡来ないなみたいな感じで待ちの状態になってるの、これはよろしくないなと思いましたんで、ノリに乗ってるとこでリノアちゃんのその今の活動をね紹介できたらなと思っております。ぜひね、よろしくお願いします。最近はね、この半年間は生活保護の方がね、私の塾に入ってきて、そこでしっかりと稼ぎ出している方が現れてね、これは新しい切り口だなと思いまして、これからはサラリーマンの方とか副業を目指されている方とかね、まだどちらかというと余力があって何とかしているっていう方よりも、何を考えているっていう方よりも、まあ、生活保護がね、必ずしも余力がないとは言いませんけども、生活保護以上にやっぱ使えるお金を増やしたいっていう希望を持たれている方に、何かねビジネスをゼロから、それこそ経験とか知識とかなくても、これから構築していくビジネスってものをなんとかね寄り添って作っていけないかなと思いまして、この今年の後半っていうのをね意識してみようかなと思います。この前半もね、何名4名ぐらいの方が本当に何もないところから自分のできることで周りの人に対してビジネスを仕掛けてお金にしていくってところがありました。やっぱりね、誰でもできるんだなっていうことと、そうは言ってもなかなか一歩が踏み出せないって方、この狭間で揺れ動く人にアプローチしていきたいなってところがありますよね。で、私のことはそのぐらいなんですけども、リノアちゃんの最近の活動もね、ぜひ、お話しさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは返信待っております。